こんにちは、フルートの保坂です。フルートを始めようということで、フルートをこれから始める方や始めて間もない方のための動画です。今回は音の出し方についてですが、音を出すところから楽器の組み立て方、楽器の持ち方や姿勢、あとは運指などを含めてシリーズ化して、最終的には1曲エイデルワイスか何かを吹けるようになってもらうかと思っています。それでは第1弾、今回は音の出し方についてですが、まずフルートは1、2、3と3つ分かれてます。体でいう頭と胴と足の3つに例えて、楽器にもそれぞれ頭部管、胴部管、側部管と名前がついてます。で、今日はこの一番頭の部分、この頭部管しか使いません。それから最初慣れるまでは鏡を用意してもらって見ながら練習すると分かりやすくて音もすぐに出るようになるので、何でもいいので鏡を用意してください。鏡をちょっとどこでもいいので置いといてもらって、で頭部管、この穴が開いてる方を右に持ってもらって、こう口に当てます。でここで注意してほしいのが歌口、この穴を全部塞ぐぐっと音が出ないので、塞がないようにこう当ててください。リコーダーとかクラリネット、あとはサックスなどはこうマウスピースを加えて息を全部 100% 楽器の中に入れて音を鳴らす仕組みになってるんですけど、フルートは中に入る息と外にも息が出ないと音が出ない仕組みになっています。今日はペットボトルを用意しました。ペットボトルで音を出す機会ってほとんどないと思うんですけど、ちょっと仕組みを分かっていただくために用意しました。ペットボトルで音を出そうと思った時に、この口を全部塞いでしまうと音出ません。なのでどうするかというと、この口の部分を上に向けて、このまま口に当てて息を吹くと音が出ます。このペットボトルと同じ仕組みで、フルートも歌口、この穴を上に向けた状態で口に当てて息を吹くと音が出る仕組みになってます。どうですか、皆さん音出ましたか？正直言ってフルート音を出すの最初とても難しいです。これまでの説明だけで音が出た人はかなり天才です。今このやり方で音が出ないからといってあまり不安がらずに、いくつか音が出やすいポイントを紹介していくので、一つ一つ確認していきましょう。まず楽器の当てる位置なんですけど、これが上すぎても出ないし、下すぎても息が入らないので出ません。のでどこかというと、顎のこのくぼんだ部分、下唇の下ら辺にこう当てて、前から見るとこんな感じ、横から見るとこんな感じです。当てる位置はこの上下だけじゃなくて、この左右も気をつけてほしいんですけど、はい、これ唇だと思ってください。上唇、下唇ですね。でこの息の出る通り道をアパチュアと呼んでます。このアパチュアが人によって顔も骨格も人それぞれなので、真ん中に来る人もいれば左右にずれてる人もたまにいるんですね。大事なのは、これがフルートだとしたら、黒い部分が歌口だとしたら、唇に対して真ん中であることよりも、このアパチュアに対して真ん中に当てるようにします。例えばここら辺にアパチュアができるんだったら、この辺りに置いたりとか、とこっちに寄っちゃう人はこの辺りに置いたりとかします。でそれを確認するために鏡を使って、見てってほしいなと思います。で鏡を見ながら、私のアパチュアここら辺だなと確認しながら真ん中に当てる。で息を吹くと音が出る感じです。次のポイントは塞ぎ方です。音が出ない人の大半はほとんど
これで解決すると思います。最初このペットボトルでもやってみましたけど、口を全部塞ぐと音が出ないので、とにかくこの穴を開くことが大事です。これ悪い例なんであまり真似しないでほしいんですけど、塞ぎ方の例で、内側に回転させちゃうと、まあ必然的に口がこうかぶさってしまう。どんどん下向いちゃうとかぶさっちゃって音が出ない。あとはこう上唇がかぶさってきちゃってどんどん、これも塞いじゃってるのでどんどん音が出なくなってしまいます。これら全部逆効果でますます音が出なくなってしまうので、とにかく楽器の歌口を開いて外に息を出すイメージで息を吐いてください。ではうまく音を出すためのポイントをまとめたので、順番に確認していってください。1、鏡を見ながら。2、姿勢よく。3、首や顎を出さない。4、顎を引きすぎない。5、自然ないい姿勢。6、楽器を自分に持ってくる。楽器に近づかないように。7、アパチュアの位置確認。8、アパチュアに対して真ん中に当てる。9、楽器を内側に向けない。10、自然に息を出す。これらのポイントをやってもすぐに音が出ないかもしれないので、その時は少しずついろんなことを調整していきます。骨格は人それぞれなので、自分に合った吹き方を自分で見つけていくのが一番いいと思います。鏡を見ながら少しずつ角度や息のスピードなどを調整していきます。この時ちょっとの変化ですぐに変わってしまうので、少しずつ変化させていくのがポイントです。そして調整していくポイントもまとめました。調整ポイント1、当てる位置。楽器を当てる位置が下すぎたり上すぎたりする場合があります。なのでまずはここら辺と思ったところに置いてみて、音がうまく出ないなと思った時は1ミリ単位で上下にずらしていきます。例えば上に1ミリ動かして、これ出れば OK。 出ないなと思ったら1ミリずつこう上下に動かして試してみてください。調整ポイント2、歌口の塞ぎ具合。これは塞ぎすぎて音が出ない。これは開きすぎて息が中に入らなくて音が出ない。これも一度ずつのレベルでちょっとずつ内側に抜けてきます。これは外に息が出すぎて中に息が入ってなくて音が出ていないので、ちょっと内側に回転して、さっきよりはなりそうですけどまだ息が逃げていく感じ。さらに内側に向けてちょっと出る。さらに内側を向けると出ますね。こんな感じで自分の音の出やすい角度を見つけてください。調整ポイント3、顎に当てる強さ。最初に当てる位置、このくぼみら辺って言ったんですけど、この当てる時の強さ、ギューってやると音出ないです。あとはこれが顎にちゃんと当たってなくても、こう浮いちゃって触れてなかったりすると、もちろん息が入らないので音が出ません。当て方も自然に触ってるぐらいだとちょっと浮いちゃってる感じなので、しっかり場所を決めて押しすぎない感じ、音が出ると思うので、この当て具合もちょっと自分で調整してみてください。調整ポイント4、息のスピード。フルートは息のスピードっていうのがすごい重要になってきます。音が出ないなと思うと、結構皆さん息をはーって思いっきり吹きがちなんですけど、それは逆に音出なくなってしまいます。何しろ
歌口すごいちっちゃいので、あんまりいっぱい一気に息を入れすぎると楽器の容量がオーバーしちゃってうまく音が出ないので、息いっぱい入れてるのに音が出ない人は頑張りすぎです。意外とこう肩の力抜いて自然に息を軽く息をふーって吹いてあげると音が鳴ったりするので、息のスピードも調整してあげてください。これらのポイントに気をつけながら練習するとそのうち音が出るようになります。音が出るようになったら次は息をふーっと吹くのではなくて、トゥーと発音をして、これはタンギングというんですが、常に音を出すときはタンギングをして音を出します。これ今ふーっと息を入れてるだけなんですけど、トゥーというタンギングをして、というふうに発音する練習をしてください。では最後にこの練習をして終わりにします。2拍吹いて2拍吸う、2拍吹いて2拍吸うの繰り返しを練習してみてください。音が出るようになったら毎回タンギングをすることを忘れずに吹いてください。最初は大変だと思いますが、10回吹いて10回とも音が出るようにまずは頑張って練習してください。今日はここまでです。ありがとうございました。